でタレントの東国原英夫、62、が22日、フジテレビ、バイキング、月曜から金曜全11の55、で、新型コロナウイルス感染防止対策として車中泊の生活を送るタレントのマギー真嗣、46、を評価した。これね、相当な覚悟だと思いますよ、と指摘。車中生活、僕もやったことあるんですけど、1週間が精一杯でしたけどね、と振り返った。自身は宮崎県知事時代の2010年、家畜29万7808頭に被害が出た口蹄疫に対応した際に経験。公用車の中で過ごした時間と比べながら、気持ちすごいわかるんですよ。忍耐力ありますね、とマギーに拍手。マギーさんって芸風を見る限り、こんな人だと思っていませんでした。何か耳がバーってでかくなる軽い感じだったんですけど、裏に隠された人間性っていうのはこういう時に出ますね、と印象を語った。マギーは、万が一自分がコロナに感染していたら、家族も感染させてしまう可能性がある、と危惧し、2ヶ月ほど前から自家用車に寝具などを持ち込んで暮らしている。